レナメロレスナーは、アメリカ合衆国の元女子、プロレスラー、マネージャー。フロリダ州ジャクソンビル出身。ニュージェネレーション路線末期から、アティチュード路線再生期の WWF、WWE にて、セーブルのリングネームで活躍した。サニーこと、タミーリン・シッチと共に、WWE ディバの元祖とされている。 1996年3月31日開催のレッスルマニア12でのアルティメットオリアー対ハンターハースとヘルムスリー戦においてヘルムスリーのエスコート役として WWF に初登場。以後、当時の実際の夫だったワイルドマンマークメロがヘルムスリーの虐待から彼女を救出したというストーリーの下、セーブルの名でマークメロのマネージャーを担当。 ベビーフェイスのポジションで試合にも時折出場し、1998年3月29日のレッスルマニア14ではマークメロと組んでゴールダストルナバションとミックスドタッグマッチで対戦した。その後、ファンの人気を独占するセーブルに嫉妬したというアングルの下、マークメロはヒールターンして彼女と決別。これを機にセーブルは女子プロレスラーとして 本格的に売り出され、マーク・メロの新しいパートナーとなったジャクリーンとの逃争を開始。1998年11月15日のサバイバーシリーズ1998ではジャクリーンから WWF 女子王座をダッシュした。1999年には雑誌プレイボーイの表紙に起用されてヌードを披露するなどセレブリティとしてのステータスも獲得。 その後は、美貌と名声を鼻にかけたエゴイスト系のヒールに転校したが、同年5月10日、デブラとのイブニングガウンマッチに敗れ女子王座から、陥落。この試合を最後に WWF を離脱し、翌月には、トップレスの強要など、セクシャルハラスメントまがいの挨拶かつ危険が、労働条件を課せられたとして、 WWF を相手に1億1000万ドルの一車両を請求する訴訟を起こした。WWF 離脱後は、WCW マンでナイトロの収録会場に姿を見せたが、WCW 入りは実現せず、WCW 崩壊後の2001年11月、ジミー・ハートラが旗揚げした、XWF の TV テーピングに CEO 役で出演した。 2003年4月、ビンス・マクマホンの愛人という設定で、WWE に復帰。彼女に次いで、プレイボーイのカバーガールとなったトリー・ウィルソンや、当時スマックダウンの GM 役だった、ステファニー・マクマホンとの対立アングルが組まれた。2004年3月14日のレッスルマニア XX では、トリー・ウィルソンをパートナーに、ステイシー・キーブラーミス・ジャッキーとのプレイボーイ、 イブニング、ガウンマッチが行われている。2004年8月、再び WWE を退団。同年に彼女は、マーク・メロと離婚し、WWE 復帰後から交際していた、ブロック・レスナーと、婚約、2006年5月に結婚した。2005年1月には、レスナーと共に来日し、新日本プロレスの東京ドーム大会に、ゲストとして招かれた。 2000年代前半は、女優としても活動し、数本の美級アクション映画に主演している。ありがとうございます。